今日ねちょっとねまだ実は話してない話足りないこといっぱいあって、なんか今日ね話したい話題がいっぱいある。でも全部うちのことなんやけどさ、ごめんね挿入品紹介の続きからやっていくわ。そうさっきね足軽ジャパンルーム配信してた時に今日はドンキで買ったものというものを紹介してて、その1モバイルバッテリー、その2前髪クリップ、これペンギンちゃんのやつ、その3カラコンを買ったんですけど、あと1個紹介するかっていう話です。やばいチラ見えしたかもって言いながら、みんなヤッホー、ぬきさんもヤッホー、ナンシーもヤッホー、ゆきもヤッホー、ザイさんもヤッホー。その前に先に自己紹介だけしとこうかな、どうしようかな。こんにちは、日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界を発信していくアイドルグル、うん、アイドルグループ福岡県の伝道師七沢です。よろしくお願いします。こんにちは、おはぎゃんもヤッホー。購入品出しと見て、人生で初めてプロテインとやらを買ってみた。でもなんかダイエット用のプロテインなんだけどさ、ただ今日につないか、わーいいなー。トモさん、あれトモさんはさ初訪問、こんにちは、え、こんにちは、はじめまして、え、今日初めましてしてくれた方ですか、もしかして。わかんない、名前が一緒だけだったらごめんね、怒られる気がする。電話してもちろん、後で見よう。プロテインは太るよ。でもなんかこれダイエット用って書いてあったの、だから何し、どうしたらいいんだろうね。でもなんか結局多分これ食べてお腹満たせばダメなの、どうなんだろうね、わかんない、心配のっける、ずるいぞ。竹内さんはじめまして、田中小原さんもはじめまして、こんにちは。ダイエット用って書いてあるけど気をつけないと逆効果、そうなんだよね、結局なんかご飯にプラスして食べちゃうとダメじゃん。タンパク質が入ってるってことで、なんかわかんないけど買ってみた。初めは、あー、物販で始めは、ありがとう、配信来てくれた、めっちゃやふかしじゃないの、あなた、ありがとう、よくこの深夜に配信しておりますいやありますよね、飲み方気をつけね、どう飲んだらいいんだろう、なんか調べます。なんかプロテインって何かわかんなくて、でもねこれ買ったのにね、なんかケース買ってないんだよね、まだ振るやつ、なんかドンキでも売っとったけど、なんか100均とかでも売っとうよって言われたので、100均の方が安そうなのでそっちで買いたいんですけど、これは夜買ったので100均が空いてなかったので明日ぐらいに買います。で飲む。なんかこれね調べたら、なんか YouTuber みたいな YouTuber さん、なんかダイエットとかそういうのあげてる人がね、めっちゃなんかプロデュースしてるやつっぽかった。アクセカワイズそうプロテインです、まさかの深夜配、そうだよ、よくこの時間起きとうと、そうめっちゃ深夜配信多いかも、なんかライブから帰ってきてと、今日はライブの後レッスンしたいから帰ってきてるので深夜です、こんにちは9時間早くにまだ起きてる、それはねもう起きれないよ。ディズニーでもなんかだいたい早くから行きたいからさ、徹夜して行ったらさ死ぬんだよ、眠くなるの途中で、でも楽しいのプロテインって運動が一番効果的な感じ、なんかさダイエット用のもそうなのかな、なんか結局運動した後に飲んだらいいのかな、なんかさスポーツ用とダイエット用って結構違うのかな、どうなんだろうっていう。タロちゃんやは、この時間そデフォルトの配信時間、明日が夜勤なのでよ、じゃあ夜勤の日めっちゃ見れるかもよ、わかんないけど時々早い日もあるけどね。そう今日ねドンキのそのさっき購入品の続きでプロテイン買った、でも人生で初めてプロテイン買ったの私、飲んだことないプロテイン、なんか
粉水に溶かしててなんかあんまり美味しいのか分かんなかったので敬遠してんなんか遠ざけてたんですけど、パッケージが美味しそうだったので買ってみました。結局バタついていくのギリギリになってあらまあ、そうでもねまだあのプロテインフルやつ買ってないんで100均に明日行く。そうプロテインに見えないんだよ、なんかパッケージ可愛いよねって、これがパケ買いかって言いながら買っちゃった。ちょっと高かったダメだよさ、こんばんざい。美味しい、美味しいか、なんか結局プロテインまあなんか気持ちなんだろうなと思ってるけど、日付変わる前に配信しただけで本物かどうか疑われるレベルなの。早い時間マジそうだよ、激レアだよあぶてまさん、おやすみね。7月5日、待ってミキサー使え、ミキサー使って変わるん、それ私毎日プロテイン、最近はめんどくてコンビニ売ってるジャパス。あーすごい、どういう風にプロテイン飲んでんの太郎ちゃんは。なんか話、なんだろう、何話したかったん。じゃあ私は今日あとね言いたいことが2つぐらいある、でもまた後で話す プロテイン飲み方を調べつつ飲みます。運動を、あでもさ逆にさライブでめっちゃ汗かいた後とかにさ飲むといい説ある。言いたいことがあるんだよ。ミキサーそうだよねもう一回見せて、これ買ってみた、プロテインの中で一番映えてた。現代人はタンパク質が足りないからね、朝か昼。ああなるほどね、だとしたら昼かな。どうだろう、いや朝でもいいのかな。なんか朝はちゃんとご飯食べたいお姉さんなんだよね、うち言うて家で食べれる日あんまないんだけど、朝はご飯食べたいって思っちゃうんだよね。ちゃんと森永じゃないね、これココアだからって。チョコレート美味しそうだった。なんかね味がね5個ぐらいあったんだよね、多分ブルーベリー、ミルクティー、抹茶、いちご、バナナ、チョコ、6個あるわ、めっちゃあるって思って。ムキムキになる目的じゃなければ別にいつでもいい。へえ、なんかだからご飯の一部をこれに置き換えるってことだよね、多分。最近なんかいろんなものを摂取しようとしてる、こういう健康食品みたいなやつ。いちごが、でもなんかフルーツ系は飽きそうって思って、正直結局なんかココアとかチョコならなんかいつでも飲めるしなって思ってこうなりました。ライブアートとかに飲むだけならさ説ある、ワンちゃんだって水入れて振ればいいもんね。7月8日仕事忙しいので少し休憩が空いてるとね、ツイートはしてた牛の昼はだいたいプロテインとゆで卵とお卵を食べてるゆで卵か、めっちゃタンパク質って、ね、でなんかこの間さレッスン前にさコンビニでご飯買ったらさ、最近セブンのハマってるのがなんだっけ、なんか肉と卵のやつ名前忘れちゃった、なんか肉と卵のやつ、あれ直接言ったっけ、あれあなんかツイート見たよって話をしたかっけ、あれがっつりそこまでは聞いてない気もする。
すごくわかりにくくて素敵。そう、なんか卵が乗ってるチャーシュー丼みたいなセブンのやつがあるんだけど、そう、多分これでわかると思う。セブンヘビーユーザーならわかると思う。そう、最近ハマってそれ買って、あとなんか味玉どうしても食べたくてセブンの味玉買ったら、セブンの味玉って2個入りなの、卵で、その丼にも卵1個乗ってんの。卵3個分も食べてる、食べ過ぎやってなったことあるけど、卵好きなんよね、結構美味しいよね卵って。なんであんな美味しいんだろう、困っちゃう。食事の置き換え1回ぐらい、飲みタイミングは朝食時、運動後、間食時、寝る前。え、そうだよ、それね、書いてあるんだよ実は。朝食時、運動後、間食時、お休み前、いつでもいいやないかいってなりました。1個入りも売ってんの？鶏肉の照り焼きみたいなやつ違うかも。え、なんか鶏じゃない、なんか多分豚っぽいチャーシューみたいな、角切りチャーシューみたいなのがコロコロコロって入って、その上に卵乗ってんのる、あのこんぐらいのサイズのさ、豚汁と一緒のサイズ、セブンの豚汁と一緒のサイズのやつ。セブンにしか行かんけん、セブンのものめっちゃ詳しいかも。でもさ、一時期なんかあったさ、なんかジャガポテリングみたいな、あの何、あの揚げ鶏とかと一緒に売ってるやつの中のジャガリングみたいなやつがあるんだけど、リングのポテトみたいな、あれの海苔塩味、海苔塩味みたいな、海苔塩ジャガポテリングみたいなのが一時期売ってて、でもなんかここのセブンにはあるっていうのがあったんやけど、そこすら最近なくなっちゃって、でもそこの店舗以外に見たことないの。でもね、美味しかったんだよね。違った、もうセブン行くのやめます、泣いた。セブンヘビーユーザーのあれが泣いた。いや、でもセブン、すごいおじさんみたいなこと、砂肝だっけ、なんかそんな感じのが売ってたんだよね前、塩コショウ砂肝、あれマジで美味しかった、味が濃ゆくて。ジュッポさん、ハゾンポさんいらっしゃい。ライブのこととかレッスン後に飲む一番効率的だよ。なるほどね、かもな。5日の原宿のチケット余らせてるかね。それはほんとそう、結構5日取れてない人多いっぽくてね、他の人でも5日ね、まだ分かんなかったけどチケット枯れちゃったって人もいた。3日はホリデーと、どこだっけ、あとね、あとどっか、どこだっけ、ミクソかな、ミクソな気がするな。あのね、26日と同じ感じでもあると思われます。プロテイン頑張って、夏に向けてダイエットモチベが高いので、今日の夜ご飯はチョレギサラダです。ミックスじゃないかな、どうだろうって感じです。最近これは効果あるのかってみんなに疑問に思ってる、このビタミン剤、ビタミン剤って効果あんの？わかんないけど、でもビタミン不足には変わんないからさ、変わんないからさ、なんか黙った。食べちゃえって思って、最近ちゃんと毎日食べてんの、えらい。小指さん2度目の方もいらっしゃい、トリーチューさん2度目の方もいらっしゃい、いつか、すごい、ほんとすごい、乾杯ありがとう。これではあんまりよく知らないんだよね、前が。あ、そうだよ、うちもでもどこかあんま分かってない、なんか行ったことある気はするけどね、うん、分かんない、なんか新宿のその辺の会場一生なんかどれか覚えられない。ビタミン剤は飲まないよ、そう、そんな気はしてる。まあ確かにビタミン生きて取らないなと思ってさ、それなら取った方がいいっしょっていう。でもなんかマルチビタミンにするかビタミン C にするか迷って、なんかマルチビタミンにしちゃった、うそ、ビタミン C にしちゃったんだよね。ハノスケさんなのかな、画面の方もいらっしゃい。そう、あとなんだろう、何話そうと思ったんだかは覚えてるんだけど、そういえば
あの N 回目お水止まりましたお姉さんです、こんにちは。 笑ってるけど笑えない、もう本当に明日行かなきゃ、お水、お水止まったんよ、うち今日。けんこの後お風呂入るために外出しなきゃいけないの。あらー、会社を埋めていつか行くよ。会社はもう、ってしたんだ。7月会社を埋める回数多く大変。それはでもそうだよ、それはそうだよというか、そう。いやいや、そらちゃん違う、シュプシュプヤッホー、そらちゃん何やってん、そのなんか止まったせいだ。違うんだよね、一生さ口座振り替えに変えよう変えようって思ってめんどくさがってで、振り込みなんかコンビニ払いみたいにしてるんだけど、ちょっとめんどくさくってこうなった。あらやきんなのでこれで失礼します、ありがとう。そうちょうど水道止まったタイミングで来ちゃった。トモさんやばい、初見さんなのに、初めてなのに水道止まったのバレた、やべえ。そう水道が止まりました。なんかよく止まるんだよね、払い忘れちゃう。なんかしかもあれさ、みんなにさ、なんかあの水道払うバーコードなんか期限過ぎても意外と使えるよって言われたけど、なんか3日くらい過ぎた時に行ったら使えないって言われて、もう慣れちゃった慣れちゃったまた止まってんの、そう水道止まる系アイドルです、こんにちは。えげまじ、この後うちは一生懸命自転車こいでお風呂入りに行かなきゃいけない。あどうしよう、いやダメだわ。あせっかくさお風呂入りに外出するんだったら、そこまでの道を遠回りしてランニングしていけばいいじゃん。うわでもお風呂セット持ってる、どうしよう。シャンプーとか絶対だって自分のがいいからさ、シャンプーとトリートメントとクレンジングは絶対に持ちたい。そして着替えも、あでもリュックなら走れるかな、ランニングすればいいじゃん、天才じゃない。めんどくさくない、褒めろ。そうでもさ、困る、一般人は水道止まっちゃうんだよ、困る。各位私もクレジット引き落としの口座にお金です。うわっ、うちでも一時期それねやってた、やってたっていうか、そうなんかわかる、あのさクレジット引き落とし用の口座と別の口座があって、なんかそれこそお給料が入る方とクレジットカードの引き落としが別だったりするともう死ぬんだよ。わかる、これが素敵。うちクレカはね止まったっていうかね、なんか毎月上限、なんか上限に使ってもなんか生活が成り立つ上限にしてるというかしてるんですよ。逆に上限が生活が成り立たない上限にしちゃったら私は多分ダメだと思うから、そうすっごい低くしてるんだけど、そうちょうど上限まで毎月使ってる。でもちょうどそのいい感じに、そう引き落とされた分だけ使えるみたいな感じだから、なんか結局半分電子マネーで払って、半分でもないんだけど、何みたいにいい塩梅にしてるからね。毎年なんか引き落とし前直前とかはさ割とクレカ使えないこと多いけど、なんか支障はないんだよね、なんかアマゾン頼めないぐらいで。アマゾンでさ、なんか前使えたデビットカード使えないの本当にどうにかしたい。別に何したわけじゃないけど、なんか多分調べたらなんか問い合わせてね銀行にみたいにできちゃう。時々あるんだよねデビットカードって。早見優さんこんにちは、やっほー。一体何卒かと、そのそれよりも知られすんの一個、あらまあ、自宅でラジオ体操してから行くとか。でも普通にもう走っちゃおうかな。前にライフラインのほとんどが止まった。うちもなんか、あ
でもね多分ねガスもねそろそろ支払わないとガスも止まるかもしれない。でも今水止まってるからガス止まったところでお湯も出ないからな。ガス多分お湯ぐらいにしか使われてないんじゃないかな IH だから。逆に他に使うとかあるのかな、ガスコンロかあれ以外でガスって。でもお湯の前に水が出ないから今ガス止まってもうちは耐えれるかもしれない水出ないからね藤野さん初訪問さんいらっしゃい。前にライフライン、あこれ読んだ、リュックなら重り付きで。そうだよ鍛えられる、いい運動になるかもしれない。まあ帰りはさすがに歩くけど汗かくの嫌だからお風呂入った後。八千代さん初訪問さんいらっしゃい。電気とガスと水道の支払いはそうなんだよね。ちょ電気もいろいろしなきゃいけない手続きもあって、うん、全部滞っててびっくりする。うわー市役所にも行かなきゃいけない、区役所だわ。もう一生市役所って言っちゃうのどうしたらいい、うち言えないんだよね。なんか区役所、私は市役所だからなんだろうけど、多分なんだっけ、あそうだ、テロップにしといてみようと初訪問さんもいらっしゃい。変なとこにいないでくれよ、頼むから悪いねえらい、ご利用は計画的に。そうだよ、クリカ使いまくってたら上限が無限に上がって、本当にもうクリカの上限上げたいって思うことあるんやけど、上げたら死ぬから絶対上げない、絶対に上げないって思ってる、マジで。そうあれ多分上限上げただけ使っちゃいそうで怖い自分。置いてガス止まって冷水でシャワー浴びたことあったかもしれないあったかもそうポジティブだよ。どっかのおバカさんは電気もガスも携帯も、あーやば、水道そうでテロップにしました、水道が止まったアイドルイエーイ元気に生きてます合併する前役場って言ったとね、市役所だよ。でもそういうもんだよね、だってさ生まれてずーっとさ上京するまでさ市役所って言ってたからさ、上京してきても市役所なんよ、だって行くことないもん。初訪問さん絶対に困惑してん、こんにちは初訪問さんありがとう来てくれて、早く引き落とし、ほんとそう早く引き落としにしたい、いろいろガスも引き落としにしたいんだよね。なんか多分あれだな、ガスは引き落としなのかな、ガスは、ガスは口座が違うのかな多分確か、でその口座変更しなきゃいけない気がする。私電気もそんな感じ何もしてないし役所にも行かなきゃいけないし、次会える時にネタができた、やった、え、じゃあ次会いに来てねぜひネタたくさんだよ、こんな可愛い、そうだよこんな笑顔なのに水道止まってんだぜさすがに楽観的すぎでもあれだよ、ペットボトル、あそうそうそう、ペットボトルの水は大量にあるのだからね、あのすっごくもったいないんだけど、でも今家に2リットルのねペットボトルはね20本ぐらいはあるけん、なんかちょっとすごいもったいないけど、まあ消費もできてないので言うて、あの手洗うのはペットボトルの水で洗ってる今2リットル の, あのミネラルウォーターみたいなペットボトルの水で洗ってるの、帰ってきてからさ手洗いたいけんさ、そうあ , 笑えねえからな、イエイターチさんファンレベル5やったね、ありがとう。ハーツホームさんいらっしゃい。トイレほんとそうなんだよ、でもねあの違うんだよ、1回分は流れるのタンクに溜まってるから、それしかしてないとか言っちゃった。でもお風呂行くし、今から配信終わったら外出るんだよ、うち街中で見つけても見つけないでください。アイドルは、あ、そう、それが正解だ、アイドルトイレに行かないって言いたい、言いたい訂正します、アイドルはトイレ行かないんで、トイレはコンビ、まあでも確かにそれはそうなんだよね、なんか結局
よっぽど治安悪いとこじゃないとね、コンビニで借りれるからね、トイレって。それはそう。でも今からお風呂行くから、うちお風呂行くので、外にランニングしてね、ランニングしてお風呂行くんで。あ、なんかもうこの子も心配な、あの、ん？大丈夫だよ、ほらこうやって生きてる。あ、え、ちょ、そう、水道止まった話なんてもう一個あった今日。え、今日でもね、めっちゃ怖いことあって、え、今日なんかいっぱいいろんなことが起きたんだけどさ、私が目玉。じゃあちょっと水道代ちょっとどうにか手続きしてもらわないかね。翼さん、初ママさん、いらっしゃい。セブンの店、ここの店。この子めちゃ。それな、でもさ、うちカフェイン大好きお姉さんだからさ、今日は、でもカフェイン、ちょっとしか取ってないんだけど、マントレーニア1本しか飲んでないから、多分まだ耐えとるんやけど、そう、カフェインめっちゃ飲んでたらやばかった。遠征前に携帯取れない、ガス止まって1週間近く水しか。え、でもうちガスも止まったことあるよ。自慢げに言っちゃった。すごいだね。手続きだけどこやったっけな、なんか手続き用の書類なんかどっかその辺の棚にスッて入れちゃったんだよね。どこだろう。あれやつっていつもここに手当てるのよ。そこにペンギンがいる。水道が出ません。今あと今日さ、帰りさ、事故りかけたんだよ。事故りかけたってか、うちはマジ何も悪くないんだけど、めっちゃ怖かった。本当に。なんか普通に自転車こいでたら、しかもちゃんと左側の端っこをこうやって自転車こいでたの、駅から。冷蔵庫に磁石、それは、冷蔵庫に磁石つければいいのか、強いやつ。そしたらそこに重要な書類とかを挟んでおこう。あ、それいいかもな。なんか、封筒とかなんかその辺にポンってして溜まっちゃうんだよね。電気水道ガスは毎月支払うものがクレカ、あークレカ払いっていう選択肢があるのか、引き落とし。え、そっちの方がポイントもらえたりするの。え、ちょっとポイントには目がないかもしれない。最近ね、 JRE ポイントをね貯め始めて、あれの便利さに気づいてる。あれめっちゃ貯まる。多分やらない。それわかる。手続き系ほんとやらないんだよ。手続き系マジで無理。もう市役所行くの足が重たい。だから明日平日じゃん。明日うちはいろんなやりたいことがある。まず水道を支払う。明日平日なの、よかった。あ、そう、明日のオンラインなくいちるけど、ちょっと明日あの皮膚科に行くので多分メイクができなくて、ただ私服の特典ちょっと別日になるかもだけど、をできる、変える予定です。で、ね、そう、明日ね、水道を支払うのと、あと石川のも含めてお洋服を見に行く。ちょっと買うかは分かんない、ピンときたら買うし、皮膚科に行く、市役所にも行きたい。いや、間に合わなくない、これ全部やると。ちょっと眺めて、めっちゃ多い。市役所行けなかったらどうしよう。どうしようかな。初おまさん、いらっしゃい。ひじさんとももかさん、こんにちは。手続きさえできるんだよね。めんどくさいだけなんだよね。うん、めんどくさい。シャフなんだよ。ちょっとさすがにシャフすぎるんだけど、なんか、え、できはすんの、めんどくさいだけ。なんか別にわかんない、いや、わかんないこともあるけど、でも別になんかやろうと思えばできる。そう、なんか、え、むず、わかんなってはならん。あ、嘘かも。確定申告は難しかった。明日やることまとめて早く寝ることね。わかる、早起きしなきゃ。水道だけでもやれれば、いやいや、めんどくさいわけ。そうなんだよ、水道めんどくさい、水道めんどくさい、水道めんどくさいよ。ギリギリでいつも
生きていたいから、ああ、できるなりもう何百回説明できるもうあきら多分できるよ多分ね。あんまでもなんか難しいからさやる気が起きないんだよ。そうなんですよ、できはするんだけどね予約はそれはでもさなんかまとめてとかやってるよね多分さ、ね、大変な中ありがとうだよじいさんおはよう。できるんだけどね多分で分かんなかったらマミーに5秒で聞く、うちこれどうすればいいと思うって、まあ、そしたら大体分かる、やるかは別出かけてた、おはよう。じゃあちょっとそろそろなんか今日の帰り道の危ない話の話に戻ろうかな。そう今日帰り道自転車こいでたらなんかバイクが猛スピードでなんかマジで一時停止とか何にもせずに曲がってきてしかもうちちゃんと左側の端っこいたのにめっちゃ正面からぶつかるんじゃないかって次元でぶつかってきて、もうありえん急ブレーキかけて自転車のお尻が浮くぐらいの急ブレーキかけてなんか耐えたけどマジ引かれたと思った、マジ怖かったっていう話。マジで怖かった今日帰り、本当にもう夜の住宅街やから人あんまおらんからってノンストップで曲がってくるのはさすがにダメだろうって思いながらね、マジ怖かった、本当に死ぬかと思ったはあ、マジで怪我しなかったのセーフ、危なかった。どこやったか忘れ、この前間違えて正体間違って、てれてれのろけじゃないか言い方やめんどいよ、そんな難しいね、めんどくさいよ役所手続きは。それだよそいつぶっ飛ばして訴えてやる、みんな怒ってくれる、あっぶねえ、マジで危ない、ほんとになんか全然普通の道路走るスピードでなんかブーンって曲がってきて、ええー、いや危ないってなってマジでビビった。ちゃんとミラーもあるけど絶対見てないし、なんのマジで一時停止もなんか減速ももうそんなの何もない、みたいな、普通にでもなんか住宅地みたいな道だったんだけど、そこがいや人あんまいないからさすがに危なすぎるよそれは、マジで正面衝突するかと思った。しかもうち割と道の脇走ってたけど、あまりにもなんかこんなにインを切りすぎてすんごい内側でぶつかりかけて、マジで死ぬかと思った。ローランナーさん、あつまさんいらっしゃい、俺の名前、マジでだって急ブレーキかけて自転車のお尻ピョンって上がったもん怖っマジで、でも今日スニーカーでよかった、マジ今日スニーカーじゃなかったら死んでたかもしんないって思うもん本当に、マジでなんかそうそうそんなことないよってぐらい怖かった。しかもなんかもう100向こうが悪い、あれはさすがに、いやさすがにあれは危なすぎてびっくりした。許さねえ、怒っといて、みんな水が足りないから事務所に水100キロリットルね、でもちょっと怒られるよそれは。100キロリットルってさやば、のろけではないだよ、のろけだよすってなんかそう今日マジでめっちゃ向かい合うとこ多かったんだよね。まず色彩カラーで春は始まりがなりでも向かい合ってんの2曲目ね、先着を聞いた。あ、ちなみにそこで向かい合うってことはなんか割となんか最初が新名の人なんだけど、つまり最後も新名の人なんだけどそうで向かい合うじゃん、どこだっけな、いっぱいいたんだよね、レナさん。あれだね、月が綺麗な夜で私笹さんのポジションでレナさんジュリアさんのポジションだったからもう新芽なのよそこはいつまでも
はずっと思ってくれますか、お二人で歌う人たちなんですけど、結構新芽が多くて、サビとかサビ新芽なのよ。だからもうこれで向かい合うってことよかな。めっちゃ向かい合った。夜は危ない運転、そうなの、多分本当に夜だからなんだよね。生きててよかった。おいが、俺はもう大丈夫かな、どんな状況かでバイクぶつかったらほぼ悪く、そうだよね、あれはもうバイクが悪かった。おい何かあった、もうマジ怖かった、気遣いじゃ。100キロリットルは100トンなの、キロリット1キロリットルが100トンなの。さらりと泣いた、だって守れないじゃないの、いないんだもん。いや、いられても困るけどわあいいの、私も迎え合ってです。だってあれもだってこの手と手つないだらでも迎え合ってるんだよ。そうでも言うてさ、曲中に向かい合うことってあんまりないじゃん、言うたら。だってわびさびとかはさあ、画面越しに手を合わせとか違ったな、でもそんぐらいじゃない。マジでね、バタ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 だったからあんま記憶ないんだけど、今日でもめっちゃささんのポジションの日だった。わびさびと月と色彩はさささんというかリマさんというか、でもさささんはそのポジションが G ではあるみたいなポジションだったから、4曲中3曲笹さんだった。最初はね、ジポジが難しい、10人が新しく作られたからさ、9人が元々のオリジナルのポジフォーメーションから10人になって、そう10人だと自分は10人つけた時になんか自分はそこのポジション入ってたみたいなとこなんだけど、もともと9人ではレナさんがそこのポジションの人だったってところに入りました。そう1リットルは1キロ、あーそういうことか、難しいね。行くところ行くところに正面に七瀬さんが来る、そう向かい合うのよ、めっちゃ向かい合ったの、めっちゃ向かい合ったの。そう、しかも今日物販の係大体なんか決まってるんですけど、物販の係もレナさんと一緒に列の人だったの、列整理する人だったの。もうそれは今日ずっと一緒そう係見た時にレナさんが今日ずっといるって言われたので飛びついていったそんなマジでしないでくれよ、泣いちゃうじゃん。え、待って、もう3時半過ぎね、やば、うち今からお風呂行くんだよ、走ってからでもなんか深夜とかの方が人がおらんけん逆に走れそう。だってさ、不審者とかもさ、なんか歩いてる人は狙うかもしんないけど、さすがにさ、走ってリュック持って走ってる人狙わないでしょ、うち足速いんだからって顔しながら走るけん、まあ遅いんですけど遅いんかい、持久力だけはあるつもりタキさん、こんにちは、ヤッホー、ナオキさん、初もいらっしゃい、嫉妬嫉妬、皆さん、ストーカーじゃないよ。今日は本当にめっちゃ新芽多かった、敗北を感じています、クソ、マウントマウントそう、しかも今日は、じゃあ今日は写真撮ろう、ん撮ってやろうみたいな感じで、撮ってやろうっていうのはなんかすごい上からみたいだけど、なんか最近はね、乾かしてもって感じだったけど、そう撮ってくれたの、写真をレナさんからニコニコして今シマホイとずっと一緒にいたい、じゃあおいでいない、人いないから逆に気をつけてね。そうね、それはそう、でもうちはランニングしていくんでもう外出進めん、それはそう。でも平日の夜だから、なんか金曜日とかだとマジで治安悪そうだけど、あとなんか人通りというか車通りが多そうなとこしか通らない、なんか深夜でもタクシーが走ってそうなとこ。え
皆さんと写真撮ってるときお腹がしやすすぎて夜遅すぎる。でもお風呂は入りたい水道止まったのが悪いあれ、あんた可愛かった。しまったしまった。可愛そうだよ。絶対可愛いんだもん。そうなんだよね、可愛いんだよね、可愛い。好きそうよ、今から怖いよ。それが一番怖いからねっつって普通じゃない人は曜日関係なくおると。でもさ、逆に普通の人が、普通じゃない人を、もし不審者とかがいたとして普通の人を狙うわけじゃん。でもさ、その普通の人がいないじゃん、ほとんどこんな夜っていう。ムーさんこんにちは、ペコポコパさん、はじめまして。ないだピン、おやすみ、おはよう。私一人だと下田に完全敗北するから、おいちゃいし。かわいいんだもんね。別整理してて釣られた人よ、ありがとう来てくれてさあ、列整理のお姉さんでした。そう、係ね、日によって違っちゃうね。ずっとチェキ、ずっとでもない時もあるけど、チェキを取ってる係の人が日替わりで係が変わってて。そうだよ、今日たまたま今日列整理しとったけん来てくれたんで、ありがとうママさんこんにちは。うち配信何時に終わる。そうよね、あ、うちあんまり、逆にさ5時とかになってからさ外行った方がさ、うわ5時に外出るのはしんどいな。外明るくなってくる説ない？そっちの方が安全じゃない？もしかして。お散歩地蔵さんこんにちは。葵ちゃんがチェキ取ってくれる。心さん、かわいい、かわいい。選手権もう寝れん。それな、悪いことね、日が昇る頃にした方が安全説はあるよね。もう明るいと思ったけどまだだったわ。さすがに、さすがに3時台は早かった。でも言うてもうすぐだよね。でもお風呂に行って、お風呂入って出て帰ってくるって。わあ、ドライヤーも持っていきたい。え、めっちゃ荷物多くなりそう、お風呂入るだけなのに。毎日捉える世界が一じゃあうちとだけ撮っとけばそういう世界を訪れんけん大丈夫だよ、そらちゃんこのまま一目見にして明るくなったら古いかな。でもメイクしたまま寝たくはないの。4時ね、4時半、あと1時間経てばね良さそう。てかこんな時間に、え、多分ね、お風呂屋さん空いてなそう、わかんないけど、なんか見つけられない。え、なんか違うの、なんかさ銭湯とかさサウナとかさね。そう、サウナね、ちょっと行きたくて調べたんだけど、男性専用とかの方が多いのか。そう、そういうとこが多くてさ、ちょっと泣いた。あかねさん、こんばんは。はじめまして、来てくれてありがとうございます。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って、世界に発信していくアイドルグループ、バンザイジャパンの福岡県の伝道師、七瀬葵です。本日、水道が止まりました。イエーイ。よろしくお願いします。もうミネラルウォーターで風呂入るよ。それはちょっとめんどくさい。いや、でも、顔洗うだけなら、お湯沸かして、まあ、なんか半分ぐらい沸騰させて半分ぐらい水にして、なんか程よいぬるま湯みたいなの作って顔洗うことは多分できるんだけど、ちょっとお風呂入りたい、夏だしっていう。あ、シオンさんなのね。あかねかと思った、この感じ。ごめんね、ほんとだ、このローマ字そういうことか、読み方ってこそか。シオンさんこんにちは、コメントありがとう。ごめんね、読み方間違えちゃって。はい、さんか、こんにちは。贅沢な、贅沢すぎるよ。メイさんに満足したんで帰りますって言ったら、そうだよ。いや、もうか。キャンさん2度目の方もいらっしゃい。あー、いつきさん、明日か、なんかお披露目だよね。ありがとう、来てくれて。いつきさん一回、最後の1ヶ月の時はいたんだよね。そう、その前はいなかったんだけど、ありがとう、配信来てくれて。そうなのね、
してじゃないの。水道が止まったアイドルとかいうの出してごめんね。水道が止まったの。だから何時に配信しても意外なんか準備いるのか。ふみさんと同い年なのか。何歳だ25歳ぐらい。ちょっとね、メンバーの年齢全然覚えてない。なんか誰と誰が同い年って覚えるのもねちょっと難しい。ふみさんか。なんかさ、マイカさんとさやさんとかが一緒なんだけど、なんか意外なとこが一緒だった気がするんだよね。とりあえずこの子いろいろ心配です。大丈夫だよ、こんな可愛いヘアクリップつけてる。今年で26か。あ、そうか、ふみさん早生まれだからね。この間25になったのかと。26になる年。ゆうちゃんさんこんにちは。ちょ、何時に終わろうこれ本当に。すごいこんなハッピーな頭してるからどうにでもなる、きっと。水道は止まったけどどうにでもなる。マジでびっくりしたよ、水道出ないんだもん。水道出なかった。あ、そっか、早生まれだね、ふみさんは。ふみさんの誕生日は多分2月。え、20だっけ。20の気がするな。マリアさんが17で、コマさんが10だっけな。ジュリアさんと同い年なのか、サラちゃん。牛年、年だけ、年で覚えて年齢分かる、すごいな。水道、そう、水道が止まることあるんですよ、人生で2回目ぐらい。2回かな、3回かな、そんぐらい。多分3回目。そう、なんか今なんか口座引き落としにしようとして、その手続きをまだしてなくて、今振り込み形式なんだけど、その振り込むのもちょっと忘れちゃうみたいな。苦手。なんか普段さ現金持ち歩かないからさ、しかもその振り込みのはがきみたいなバーコードもさ持ち歩かないからさ、普通は止まりません。普通は止まらんらしいよ、今年取らない。すごっ、その計算方法。初音様にしよう。しおんさんフォローありがとう、ありがとう。サミちゃんやっほー。お母さん、え、口座振り替えの手続きやんで。それは自分しかできんのよ。まだやってた。そうだよ、やおいちゃんはね、配信が終わった後にこの後外に出てお風呂に入らなきゃいけないの。実は水道が止まったからね。あとね、ネイルが取れた。あ、そういや、石川遠征の時ちゃんと現金用意しといて。あー、なんか使えないんだっけ、カード。え、ほんとに無理、ちょっとキャッシュレスでお願いしたい。やだー、頑張ります。でも悔しいね。でもさ、山口ん時もそうだったんだよね。山口ん時もうちらもそれ言われた。山口ほとんどキャッシュレス対応してないんでって。確かに対応してなかった。コンビニで対応してないんだよ。コンビニなのかな、駅のお店かなんかで対応してなかったんで。空港だってなんだっけ、なんかで対応してなくて、へーってなった。ちなみに今前って何、何に買いってメイさんが言ってた。そう、また止まったの水道だから、じゃあこの後外出てお風呂入って帰ってきて寝て水道代払いに行って、で、できれば今日石川用の服も見に行きたくて、でちょっと皮膚科にも行きたくて、本当はネイルにも行きたいけど、なんか多分ネイルの行く時間なくて、ちょっと止まった、どうしようってなって。キャッシュレス非対応が多いみたいです。泣いた。でもああいう時結構そうだよね。はたおじさんこんにちは、琴音とこさんもこんにちは。
どうでもいいや、昨日第一次来とるか悩んでたわ。あの金髪の子がいいな。ありがとう。交通、公共交通機関現金歓迎とか、え、交通機関が、ちなみにその時はさやさん、ああそうなのね。のりさん2度目の方もいらっしゃい。推しを2人作るか1人、ほう、どういうこと、そういう風にして推しを決めるのか。私は好きって思ったら推しだからちょろまたちょっとね、滞納したか泣いた。ちょっとねやったんだよね。だからちょっとこの後お風呂入りに行かなきゃいけない。バス電車タクシーとか現金飲みたいよ。タクシーは個人タクシーとかはマジであるよね、現金対応とか。乗る前にちゃんと表示見るもん。個人タクシーとかだったら聞く。無理だもん。まずさん、はつさんもいらっしゃい。好きって思ったら推しだったらめっちゃ推し。そう、え、なんかなんだろうな、好きって思っただけじゃないけど、なんかわかる。もうでも言うたら直感ってことよ。僕はオタ活の都合上一人しか推せない。人によるよねそういうのマジで。お腹鳴ってきた。そういうことか。でもプロテイン振る箱ない、箱じゃない、コップ。お腹が空いた。僕もこの間電気止めます。やばやばとか言うけど、うちはね多分水道払い終わった次は多分ガスが来るから、ガスもちょっと支払わなきゃいけない。そう、大変だ。電気はねちゃんとした口座にね引き落としの設定ができてんの、できてんだけど、ちょっとね水道とガスがちゃんとした口座じゃない、何なんか前使ってた口座のままになっちゃってて、コバちゃん初音もありがとう。フォローしてくれてありがとう。お人好きとかわいい方で、まあわかる、もう決めたけど。そうなのね。何、バンザイジャパンの中でってこと、それは。それともなんかもうアイドル全部でってことなの。まあ一人とめっちゃ好きだから、あの枚数押したいな。ありがとう本当に。僕は一人に集中したらきっともっと枚数取れるんだろうなって気がする、気がするね。お風呂入るための障害が2つ。そう、水道とか、そうなのよ。水道とガスの口座がマジ前使ってたやつだからよく止まんの。本当に早くその口座振り替えの口座変更の手続きをしなきゃなんだけどね。ねえ。ほんとよ。パパさんこんにちは。万歳で。そうなの、誰にしたの。ママ太郎、おっきなさん、初もいらっしゃい。おい、フォローありがとう。確か水道、え、なんかね、水道、どうなんだろう。いや、でも多分どっちもなんかできそうなんだけどね。なんか書類書いて送るみたいなだった気がする。気がする。わかんない。ママ太郎、おっきなさん、はじめまして来てくれてありがとう。フォローもありがとう。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界に発信していくアイドルグループ、バンザージャパンの福岡県伝道師ナナさんおいです。よろしくお願いします。なんか嫌だけど6月の時期も一数集計するか、集計しよう。しおさん一人だけ誰にしたの。コバちゃん、こんばんざーい。はじめまして。来てくれてありがとう。フォローもありがとうだよ。アミノタオルが届かない。でっかいやつか。でっかいやつはね、7月上旬とかじゃなかったっけ、あれ確か。違ったっけな。だった気がするんだが、どうだったっけ、注文の時。そう、でも受注生産なので、ちょっとお時間をいただいていると思います。
ゆうまいってこんな可愛がり何は本当だから始まる人七瀬葵本当にしほさんすごい時間ね。でも今多分配信してるルームが少ないよね。やっほー、ねえもう4時なんよ。それの明るくなってきたかな。さすがにまだだったわ。でも配信終わってまあ準備して4時になったら終わろうかな。配信し終わって準備してお風呂行くのにちょうどいい時間もうそしたらきっと明るいよ。正解です。嬉しい、ありがとう。なんありがとう七瀬葵って可愛いかね、ありがとうじゃなかったら配信に来てない。そうなのね、ありがとう。もう決めて来てくれたの。じゃあ配信来てよしってなってくれたの、ありがとうどこシオンさんはどこ住んでおと、てか結局風呂やってやってるよ。風呂には入れると思う。だって多分ちょっと行けばそれこそなんかネカフェとか行けば入れるっしょ。シャワーならなんか銭湯はねやってるかわかんない。なんか男性専用とかそういうの多いけどさ、多いけんさ泣く。風呂やってなかったら汗だくで帰ってきて終わる。いやどこにお風呂は入れるよ。ちょっと入る。あ東京なのね。何ライブとか行くと頭はね今日買ったねすみっこ暮らしのペンギンの前髪クリップ可愛いやろ。推しメンだよすみっこ暮らしの中の。あーネカフェ、そうネカフェとかね。そうネカフェならなんかお風呂はねなんかやってそうだけどあんまわかんないとこかなんかとかしかなくてあんまわかんなかったからまあなんかねカフェとかになるのかなとか思いながら。そうピーさん2度目の訪問こんにちは。待って何何すみちゃん待つよしゃあなしなつってネカフェもシャワーないとこあるから。そうする。じゃあのあれだよね設備とかだよね。それはさ俺のことしてすみっこ暮らしってことかその指針は予想外だが、そうかもしれないじゃんすみっこだからね。さすがだ。ネカフェシャワーないでも確かに。あとあれだよねネカフェってさなんかシャワーないはそうだしさタオルがレンタルなのか、タオルないなんか持参のとこあるよね。タオル持参するかも調べなきゃ。ねとりあえず無駄足にならない。そうする。そうタオル忘れたとかしんどいね。うわタオルだ、タオル調べよう。なんか備え付けのとこもあるじゃんタオル。正直なんか言ったら全然借りれるよみたいな。そうバスタオル持参のとこもあるよね。あれ不便だよね。月に少なくて5、おお結構いっとる。そうだよね。よかったらバンザイジャパンのライブにも来てねまたバスタオルかね。そう上から突っ込んでもらえるの待ってたんだよね。ごめんそうだよ鈍感だよ , 笑っちゃった笑っちゃったの。やること多すぎて絶対寝れない。それなどこまでやれるか勝負だよ。とりあえずでもなんか調べたら有名なとこは出てくるよね。タオル借りれるか借りれないかとか、まあ、なんかそんななんか魔境みたいなところにはいかないのであーてくんヤッホーびしょ濡れね。まあ暑いからあなんかまだ湯冷めはしないけど、いや嫌だよタオル着替えドライヤー持っていけばなんとかなるね。でも多分シャンプーとかはあるだろうけど、シャンプーとか自分の使いたいからシャンプーとクレンジングだけは絶対持っていきたいってなるとボトル3本持っていくことになるの。やばいなでかいな
とりあえず水道代だけ払って今日は寝ちゃえばね。どうしようね、マジどういう計画にし、やること多すぎてなんかいつの時間に寝るか迷う、迷っています。アニャに忘れとらんよ。でもなんかこないだも紫降ってたしなって思ってます。逆にうちが忘れられたのかな。でもそっか、暑いのかこの時期北海道はさ、やば、あれだめれみたいな感じ。どういうこと、ヨコリさんこんにちは、ミキキンさんもこんにちは、マイクさんもこんにちは、おやすみなさい、おはようございます。みんな朝だよ、紫降って、そうだよ紫降ってんの見てるからね、ちゃんと。女子の夜一人ね、でも行きは走るから。え、逆にさ行き走って帰りはもう明るいじゃん。今小さくささかった泣きたくなった。でもスミちゃんもね、本当はそんなんじゃないもん、そういうキャラ演じてるんだもんねでもそういう方向に行ったらもうそっちにしかなれなくなっちゃったかもしれない。今16度寒いね、おかしい、なぜ寝れない、あと1分ぐらいだよ。私がに本当に、でも紫降ってたよってめんどくさい女じゃないかよ。ドラセやってワンサン出た前にシャー浴びて帰ってきて、シャー来ちゃった、水ちょっと難しいな、いっぱいだな、どういう順番で行くか考えよう、マジで。マイクさん泣いた、矢川長政さんこんばんは。そう病院も行きたい。青鬼は冷たいキャラでどうしよう、うん、うん、甘々でいいんだよ。そう、あと注意したらもう配信終わります。めんどくさい女、めんどくさい女です、ごめんね。みんなに対しての嫉妬心高めなので。ペンラなんて数年も持ってないね、だから持たない分全身青になってって言ってんのよ。そこを理解した上でパス出して、ここはないないの話なんですけどつってちゃんとしたすみちゃん、ちゃんとしたすみちゃんとは誰かに言わないけど、俺はまあそれはそうかもそれはそうかもしれない。そのかね、だから体で表現してるんだったら全部青になってねってめんどくさいって思ったけどやったね。ということで4時になりましたので、遅起きなのか、ん、夜更かしなのか早起きなのかの皆さん、ステッカー買うの、やったありがとう、嬉しいということで、カジュン、じゃあ靴持ってるし、とりあえずね、そうバイクには気をつける、マジで危ないからね。ということで今日の配信はこの辺で終わろうかなと思います。水道止まってるのでね、葵ちゃん、イエイこの後お風呂に入るのでそろそろ終わります。皆さん朝早くまで来てくれて、一緒にお話してくれてありがとうございました。少なから信頼関係できちゃうよ、僕は嬉しい、わかるピースしかせんちさお疲れ、おいありがとう、それちゃんとりあえずゲタが本当に気をつけるよ、今日はありがとう、それちゃんもありがとう、あトモさんもありがとう、また来てねネタできたしね、いっぱい頑張っていける、水道が止まったけど頑張っていける、水道が止まってるのでね、お風呂入るために外に出ます、あおいちゃん今からランニングしてくる、ほら T シャツだし、もうレッスン着だからね今日、余裕ということで、みんな来てくれてありがとう。ルームフォローまだなかったハートをポチッとピンクにルームフォローしていってくれると嬉しいです。その他の SNS、Twitter、Instagram、YouTube チャンネルやってるので、よかったらこちら左上のバナー SNS の欄からチェックしてくれると嬉しいです。ライブ情報などは Twitter、あとね、いろんな配信が YouTube、あと、インスタグラムは福岡のことだったり、私の写真もちょいちょい載せていきますので、ぜひチェックしてね。ということで、また明日も配信するのでね、ぜひ明日の配信に来てくれると嬉しいです。わ、トモさん、ほら、ありがとう。気をつける、おやすみ、ということで、みんなおやすみ、おはようということで、左手も、こっちかな、こっちじゃないか、あれ、こっちじゃないか。ということで、お気に入りしてありがとう。また次の配信でお会いしましょう。以上、バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵でした。またねー。